バイク女子チャンネル。あ、またなんか泣けてきた。もう今回何回泣いてるのっていうぐらい泣いてるんだけど、回り道してこその人生というか、まためっちゃ泣けてきた。まあそういうことですよ。回り道してこその人生というか、はい、まあね、いろいろありましたけれども、なのでなんかちょっと何日か前のツーリングの時にも言った気がするんですけど、ね、あまりこう今何か辛くて思い詰めている方とかね、もし何かあったら、少しちょっと、なんていうのかな、まあそういう時って余裕がないから難しいとは思うんですけど、まあちょっとねペースを落として、なんかゆっくりと、まあ旅をしろというのは別に言わないですけど、まあゆっくりとね、いろいろと考える時間とか作ってみたり、まあ休んでみたりするのもいいんじゃないでしょうか。あんまりねこう辛くて働き詰めとかね、例えば寝れなくなっちゃったりとか、まあいろいろねそうなってくると心にも負担が下がりますから、そうなってしまってからではちょっとね取り返しがつかないこととかもあるし、だったらまあ早いうちに休んでみるのもいいんじゃないでしょうか。なかなか日本は有給とかも取りにくかったりとかね、人の目が気になる文化ですけれども、そういう文化の中でもまあね、まあ、人の目をまあまあ気にするなって言っても気にしちゃうと思うし、どうにもそれはならないと思うんですけど、別に気にするのが悪いってわけじゃないから、気にしてもいいけど、まあ、休もうぜみたいな感じですかね。なんか私が言えるのはそういうことかな。あとはそういう感じの話でいくと、ちゃんと聞ける人に話すっていうことかな。人の話って聞けないんですよ、人って基本的に。なぜかっていうと、聞いてもらった経験がないので、子供の頃からない人が多いので、人の話を聞ける人っていうのがなかなかいないんですよね。その聞けるっていうのは、要はまあ別に何かジャッジするでもなく、こう自分の意見を述べるでもなく、ただ聞くということですね。でもまああまりにもそれは違うと思ったら、私はそれは違うと思うと。なんか言い方とかも大事なんですけど、まあそういうことで結構ですね、人の話を聞くというのは難しいことなので、まあ私もねそんな人のこと言えないんですが、そういう話す人がいないっていう方はちゃんとプロのねカウンセラーさんとかに聞いてもらったりとかするのがいいと思います。まあカウンセラーさん高いので、まあ、私のおすすめとしては、アメリカとか外国でですね、やっぱ心理学先進国で、日本は後進国なので先進国で勉強された方を、選ぶといいと思います。はい、ということでですね、なぜかそういう話になってしまったんですけれども、まあちょっとね今回私もまたいろいろと成長できたかなとは思っております。はい、またね今年もっていうか、来年もっていうかね、まあ何かあるかもしれないんだけど、まあ乗り越えて、まあいければなと思ってます。はい、この辺はトラックが通らないからさ、道その車も通らないからさ、すごく道が綺麗です。綺麗ですね。舗装
がなんか全然傷んでないというか、新しい道でもないんです。141号だから、まあ、修正したのかもしれないけど、それにしても綺麗、全然なんか直した跡がない、変な、すごい綺麗。でも日光が直射日光だね、ここは。あの日が遠いから。で今日はもうネッククーラーつけてます。なんか鼻がかゆいな今日。さっきまでね、センターラインのない道を走ってたんで結構怖かったんですけど、ここはセンターラインもあるし、道は綺麗だし、ここ結構この辺もバイクで走るといいかもしれない。なんか何台かもう今日すれ違ってるから、やっぱスポットなのかな、この辺は。登別の山の中というか、まだ登別ではないんだけど、すごいねこれね。なかなかいい感じの道ですよ。前にも後ろにも誰もいないから誰もいないよ、本当にびっくりするぐらい。なんか太い道もあるから、多分みんなそっちを行ってるんだけど、なんかね、 Google 先生がこっちを案内してくれたので、まあなんか道細いけど行ってみようかなみたいな感じですね。雑い決め方です。とりあえず言われたから行くみたいな。高速には乗ろうかなと思ってる。あんまり今日もう疲れたくないんで、気持ちいい日だけど、まあ、今日はちょっと乗るの少なめにしたいなみたいな感じで。一応明日もね、100キロぐらいはあるのかな。まあ100キロなんてすぐじゃんっていう感じかもしれないけど私あんまそんなに言うてスピードを出さないし、スピード強でもないんで。おー、バイバーイバイバーイ。オーナーで手離せないけど、わー、やっぱバイクね、バイクスポットなんですね、この辺は。峠の名前なんていうんやろ。141号線です。141号線。このさ、峠っぽい道にしてはちゃんとさ、ラインとかも消えてへんからね。いや、これは素晴らしいな、この道は。ちょっとここは本当紹介したいっていうか、おすすめしたい道。なんか他にもいいとこ、北海道だからさ、いっぱいあるんだけど、ここは結構いいぞ。苫小牧からも近いし。事故、死亡事故現場、うむ、確かにここは死亡事故しそうですね。スピードを出しすぎて膨らみそう。そういうのが好きな人だったら、なんかその高速コーナー的なさ、緩めのカーブみたいなさのとかがね、やっぱり危ないんだよね。まあ、そんなのもうサーキットだけで私は十分なんで、サーキットでそれができればもう十分すごいな、これは気持ちいいな。でもこの木はさ、あれ、これは杉だよね。杉が結構あるのかな。なんかね、ちらほらね、杉が植わってるとこもあるんだよね。北海道って広葉樹が多いイメージだけど、すごいな。今も中に入ってく道とかあったからね、歩いてく。あ、オフロードとかだったらああいうとこ行っちゃうのかな。でもどうすんだろう、急にさ、イエーイウェイとか言ってさ、行って走っててさ、前がさ急になんかさ穴みたいなとかさ、なってること、まあなってることはないかもだろうけど、でもなってる可能性はあるから怖いなんかそういうのを考えて走っちゃうと怖いんだよね、結構。みりん200円。はい、これ熊牧場を登ってます。もう結構高いです。私のバイクあそこにあります